高さ10メートルからの飛翔、時速60キロの急降下、わずか 1.4 秒の空中演技。あのそびえ立つコンクリートドラゴンの上で僕たちは一体何を見ることができるんだ。2017年7月よりフジテレビノイタミナ他にて放送開始。